はい、はい、いつもありがとうございます。 BGB537 サッカーのノワールですね、埋まりました、ありがとうございます。537、こちらにリストにいないお客様、ご注文したのに名前がないお客様は539の方に入れておきます。返信は明日行います。で、539の方も半分以上埋まってますので、明日開催が濃厚だと思います。明日開催の方、まだ入れてない方はぜひ入れておいてください。早めのがいいと思います。はい、人気が結構爆発してます。北米でもケース値段がかなり上がってきてます。さらに、はい、まあ、ディバラ効果もあるのかもしれないですね。はい、じゃあ行きましょう。中さん、サインカードが11枚出ると想定してのオートドラフトです。11枚ですね。もし12枚出た場合は最下位の方が2枚になります。はい、じゃあ抽選いきます。ランダマイズする回数1と1の2は振り直し。ほい、あ、いっちゃった。でも見えますね、ここね。はい、こっちが6です。で、1です。で、7回ですね。はい、じゃあ行きます。7回抽選、1 2 3 4 5 6で、次が7回目、ポチッ。はい、出ました。ドラフト1位は K3313、 ドラフト1位は K3313 ですね。おめでとうございます。BGB537 サッカーのノワール、はい、オートドラフト、ドラフト1位 K3313 です。おめでとうございます。ドラフト2位ホッシーさん、ドラフト3位 SCH、 ドラフト4位ステイジー、ドラフト5位 TSK、 ドラフト6位ロナルド、ドラフト7位ロナウドか、ドラフト7位 YMM さんですね。ドラフト8位ステイジー、ドラフト9位スギ、ドラフト10位 TKA、ドラフト11位 KOJ となります。はい、じゃあ開けていきます。ノワール、同じく3箱インケースですね。よいしょ。はい、じゃあパック取り出します。しょ、また入ってる、こうやってね。ね、おばちゃんちゃんと仕事しろって言いたいですね。よいしょ、はい、よいしょ。まあパックパンパンですからね、これね。ああ、そう、店長も昨日なんか久々に気がついたんだけど、これ3オート2メモラなんですよ、箱に書いてあるのが。だ、元々は1箱サインが3枚ずつなんで、まあ生産当初予定してた数よりはサインの枚数が多くなってるんですよね。はい、じゃあ、パックチョキチョキします。だから1ケースでサインが10ん1ケースでサインが9枚だったんですね、当初予定は。それが11枚に増えてることになります。で、厚いの薄いの、厚いの薄いの、厚いの薄いのの順で開けていきます。はい、じゃあ行きます。こうですね。
まず上メモラーパターン、ドラフト1の K3313 がまずアルティドーレ74-75で、ドラフト2ホッシーさん、シュワインシュターが23-49、 SCH さんがジェラード、これパッチですね、一応ね、25枚限定です、16-25、ただこれナンバーのど真ん中かなと、あ、こっちなんか白いの、うん、端っこっすね、白いのチラッと見ます。で、こっからサイン、ニコラ・カリニッチですか、22-99、カリニッチ、はい、で、ティム・ハワード67-99で、レデンプション、誰でしょうか、せーの、ほい、アルダ・テラン、あ、またプライムだはい、ブラック&ホワイトのプライム、さっき出たケースと同じやつですね、アルダ・テラン、25枚のうちの2枚が連続でここできましたはい、で、次、お、パッチオートのエジルです。お、かっこいいですね、このパッチ、なんかエンブレムとは違ったまたかっこよさがあります。 4-25 パッチオート光ってますね、ここね。はい、あ、このレベースちょっと値段つきますね。ドラフト4位はステージ3、はい、ウデゴールくん、若手のね。で、カソルラ TSK さんで、6位ロナウドさんがゲッツパラレル 4-10、 ワイオミさんがレバンドフ、ポーランドですね。で、こちら、こっち、お、ウェオートパターン、誰でしょうか。あ、この髪型はそうネイマールです。おー、サイン綺麗、はい、置きます。ネイマールはブレイクでは久々ですね、店頭ではね見てますけど、お客さんケース開けて、はい、ネイマール35枚しかないんです、これパッチじゃないんだけど35しかない、17-35です。ネイマールジュニア、ブラジル、いいですね、オンカードだからサインがすごい綺麗ですね。はい、で、次がセスク、セスクさん72-99、お、次パラオート、お、こっちは珍しい、あれ、いつもなんかオランダのファンペルシーしか見てないですよね。 2-10 でパラオート、え、こっちバージョンあるんだ、へえ、クラブチームバージョンあるんですね、初めて見たかも、いつもオランダばっかでしたよね、本当に 2-10 少ないのかな、ファンペルシー、へえ、これ上位来るかも。で、先ほど3と4で7位まで行ったので、8位のステージ E さんから、ジェラード、9位杉さんがモラタで、10位 TKA さん、アシュリー・ウィリアムスで、11位 KOJ さん、アラバですね。はい、オルコット 23-75、 また折り返しです、ここから11で、10アキン、アキンフェフ、フェフ姉さんですねで、アシュリー・ランスパラレルです、 5-10、 これが杉さんパラレルで、ステージーさんバッカ、コロンビアですね。あ、ちょっと待ってください。危ないぞ。危ないのでちゃんと切ります。よいしょ。
ここちょっと熱でクチュクチュってなってるんですね。よいしょ。はい。お、お。ここにシリアルってまたスポットライトじゃないのこれ。違くない？あれ？ノアルカラー。いや。スポットライトっぽくない？あ、スポットライト。スポットライトだ。おお。2連続スポットライト。シュワインシュタイガー。おお。はい。シュワインシュタイガーのスポットライト14-25です。サインも状態いいですよ。こうやって見るとあれかもしれないけど。はい、状態いいです。綺麗です。はい、14-25、シュワインシュタイガーのスポットライト来ました。さっきレバンドフでしたけど、シュワインシュタイガーです、今度。はい。いいですね。で、次が、モドリッチ。13-80。クロアチアのモドリッチ。で、その次、あ、1日2コンパニー君になりました。24-65。ね、4枚パターンですね。これね、シュワインはね。で、ダーミアン。14-39。少ないです、ちょっと。で、マーシャル。マーシャルが先ほどの続き11-19-8-7-6トニクロス 5TSK さんで4-3-2-1です。やっぱ面白いね、ノアルね。面白いですね。セレクトも面白いね。でもね、バスケットね。はい、サンチェスコ4で 3SCH さん。お、ウーデゴールのカラーです。あ、さっきもカラー。どうだったっけな。で、2がコスタ。1-75です。ホシーさん。はい、コスタ。で、1位の、K3313がポグバ。はい。となります。はい。よかったですね。2連続スポットライト、シュワインシュタイガー。いいですね。メッシクリロナ出てないけど、この、ね、スポットライト2連チャンってすごいですよね、ある意味ね。はい、まあ、先週はメッシ、クリロナ、メッシ、あ、クリロナ、メッシ、クリロナだったんですもんね。3連続ね、そういうのもね、普通にあります。はい。何が起こるか分かんないです。はい、じゃあ、面白かったですね。537、これで終わります。で、明日開催の539、ホームページ更新してから帰りますけど、537ね、ご注文間に合わなかったお客様がそのままスライドで入りますので、もう残りが多分4スポットぐらいしかないと思います。ご利用の方はお早めにお願いいたします。また、明日も2回戦するかもしれませんので、なるべくご注文入れといていただけると2回できると思います。はい。じゃあ、今日はこの辺で失礼いたします。はい、ありがとうございます。